おはようございます。たかしです。本日は5月29日水曜日、ただいま8時1分。それではポンド円ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば7月までに無料期間をお試しください。 URL は概要欄にあります。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円からですね。先日からお話ししてますように、現在は日足の高値圏にあります。昨日の上昇で若干この高値を上抜けてはきておりますが、ちょうど今は日足単位のダブルトップが意識されるところにありますので、ここからの下落になるのか、それともここを抜けて上昇していくのかというところを見ておきたいです。インジケーターストキャスティクスは高値圏、マクディも上昇モメンタムを少し減らしてきておりますので、このあたりで上げ止まりが行われるようであると、ここから下落していくと考えられますので、今はその辺の動きを見ておきたいですね。今のところずっと連続陽線で上昇してきておりますので、上昇の勢いが強いことも確かですが、少し昨日のローソク足なんかを見ていると、ちょっとローソク足のサイズが小さくなってきているの分かりますか。ここのあたりっていうのは結構ローソク足陽線のサイズが大きいですよね。そこから徐々に小さくなってきているということは、この上昇の勢いが少しずつ弱まってきているということですので、そろそろダブルトップでの下落も考えておく必要があります。もちろんここ上抜けてきてどんどん上昇していくってことも考えられますが、インジケーターどの時間軸も結構高値圏なんですよね。そう考えると、あまりここからどんどん上昇するとは思わない方がいいかもしれない。もちろん上昇する可能性はあるんですけれども、安易なロングエントリーは危険な領域に来ておりますので、そこはご注意ください。では4時間足です。先ほど言っていた日足の高値がここですね。この白い水平線、昨日の上昇で若干ですが、このヒゲ先で上回ってきているのが分かりますね。本日も先ほどから上昇はしてきておりますが、このところの動きを見ているとかなり分かりにくい動きをしてますよね。今4時間足は GMMA、 過去一度ここで押しをつけているんですが、こういう動きをしてくれるとここからの押し目買いができるんですが、今のところずっとこの赤い方の帯に沿って上昇しておりますので、しかもかなり押しも浅いですよね。どこかで深めのこの青い GMMA に戻してくるような動きをしてくると思うんですが、そのタイミングがいつなのかっていうのをずっと待っている段階です。そろそろそのタイミング、日足の高値圏でもありますし、そろそろダブルトップが意識されて、一度4時間足の GMMA に押しをつけるような動きをしてきてもおかしくないとは思っておりますので、もしここから GMMA に一度こういう感じで押しをつけるのであれば、そこからの上昇の流れっていうところを見ておくといいと思います。ですので、今もしこのままじりじりと上昇するのであれば、いつ4時間足のこの下落、4時間足ストキャスティクスずっと高値圏ですよね。でもマックで弱いんですよ。ということは、一度下落方向に動く可能性は十分にありますので、まずはその押しをつけるのを待つのがいいと思います。では1時間足です。1時間足には水平線を引いております。直近の高値だった部分に引いておりますので、まずはこのあたりまでの下落を待ちたいですね。4時間足ではかなり分かりにくい動きをしていたんですが、1時間足を見ると GMMA の青帯に沿って上昇をしてきているので、 GMMA の青帯に接触してからの上昇っていうのを繰り返しております。ですので GMMA の青帯に接触してくると、そこからの上昇がイメージできるんですね。ただ今回は結構昨日の上昇なんかも GMMA の青帯に接触しての上昇なんですが、今までのこの押しに比べて結構浅かったんですよ。ですので今回もう一度深めの押しをつけてくる可能性があるので、そう考えるとこのあたり200円付近になるんですが、その辺付近まで押しをつけてくる可能性を考えておきたいですね。ですのでここに水平線を引いておいて、ここまで下がってくれば、このラインにタッチしたあたりからの次の上昇の流れをイメージしておくといいかもしれません。そしてこの使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、トレーディングビューは基本的には無料でいろいろ機能が使えますのでおすすめです。例えばここにアラート機能をつけることもできるんですね。この200円っていうところに水平線を引いておいて、ここにアラートの機能をつけておく。そうするとこのラインにタッチすれば、そこで通知が来ますので、そこで初めてチャートを見るっていう感じですね。ですのでそこまではチャートに貼り付かなくてもいいという、そういう風な便利な機能もありますので、アラート機能は活用していく方がいいと思います。そして今使いやすいチャートをお探しなら、このトレーディングビュー結構便利ですので、よかったら概要欄に URL 貼っておきますので、そちらから無料登録をしてみてください。では1時間足の話に戻るんですが、1時間足は先ほど言ったようにイメージとしてはこんな感じですよね。
GMMA の青帯を少し下抜けるかもしれませんが、まずはこの水平線付近までの押しを待ちたい。というのも昨日の動き、昨日の押しが結構押しが浅すぎたので、もう一度深めの押しをつけてくる可能性、そしてこの赤い水平線付近、その辺付近で反発してくるのであれば、そこからの上昇の流れに乗っていくと、次は202円ぐらいがターゲットと考えておりますので、そこまでの上昇の流れに乗っていけるかもしれません。では次はドル円の日足です。こちらも昨日陽線になっているんですが、ここのところずっとここ横ばいですよね。ここしばらくずっと横ばい、同じ価格帯付近157円手前ぐらいで横横の動きをしております。本日朝からちょっと上昇してきて、若干157円を超えてきておりますが、ここからさらに上昇していけるのかどうかが本日の注目ポイントですね。157円台で定着すると、次は158円、この辺の高値ですね、そこが見えてきますので、そこまでの上昇の流れに乗っていけばいいと思います。ただし日足ストキャスティクス高値圏にありますので、もしかすると GMMA 付近までの押しをつけに下がってくる、そうすると155円とかそのあたりまで下落する可能性はありますので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足はこのピンクのライン、過去の高値ですね、5月14日の高値があるんですが、そこに昨日一昨日とかけてじりじりと押しをつけて、そして昨日そこからの上昇になってきております。本日朝からも上昇はしてきておりますが、今157円を少し突破してきておりますね。ここのところずっと抜けられなかったラインを今抜けてきましたので、これが明確に抜けてこられるのかどうかっていうところに注目です。日足もそうですが、4時間足もストキャスティクスは高値圏にありますので、そこはご注意ください。ここから GMMA の青帯ぐらいまでもう一度押しをつけに来る、特に日足なんかは GMMA の青帯まで押しをつけると結構な下落幅になりますので、それは注意が必要なんですが、基本的には昨日4時間足の GMMA に押しをつけて上昇してきておりますので、ここから157円をしっかり突破してくると、次は158円を目指して上昇すると思いますが、今ですとこの直近の高値でのダブルトップみたいな考え方もできますので、そうすると昨日安値付近までもう一度下落してくるかもしれませんので、まずは157円を突破して、そこで定着できるかどうかに本日注目。定着できなければ再び昨日安値を目指して、このダブルトップが意識されて、そのネックラインを目指して下落してくる可能性は考えておきたいです。では1時間足です。1時間足は緑のボックスを上抜けてきました。昨日お話ししていたのが、この緑のボックスを下抜けても騙しには注意してくださいということでしたね。このピンクのゾーンっていうのは反発しやすいところですので、そこでの騙しには注意、そんな感じですよね。昨日も何度か下抜けようとしたんですが、結局このピンクのゾーンを下抜けられずに上昇してきた。そして今緑のボックスを上抜けてきましたので、ここで157円台で定着できるかどうか、そしてここからもう一段上昇して158を目指せるかどうかっていうところに注目です。今まで GMMA の青帯しばらくは上向きだったんですが、ここ 2,3 日は横ばいでしたよね。そこを昨日上抜けてきたので、ここからの動きのイメージは、まず GMMA の青帯が今上向きになってきましたよね。ですので、一旦は GMMA の青帯付近まで押しをつけて、そこからの上昇の流れ、そうすると GMMA がだんだんと上がってきますので、こんな感じですね。こんな風なイメージを持っておくといいと思います。このまま上昇していく場合は一旦様子見がいいと思いますので、一度 GMMA に押しをつけるような動きをしてくれば、そこからの押し目買いについていくのがトレードとしてはやりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。 FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録ください。また限定動画だけをご希望なら、 YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。